白鳥さなです。皆さんは平穏なお誕生日迎えてますか？毎年ドタバタなお誕生日イベントを今年も開催が決定したのですが、まさか別世界線の自分に出会っちゃうなんてことないよね。さなの爆誕ハローマイバースデーパワードバイマース、今年こそは穏やかに。